こんにちは、こてっチャンネルようこそ。はい、昼です。今日は12月31日、こんな年末の迫った時にこてっの散髪行きます。いつもトリミングしてくれてるとこはね、今日やってるということなんで、ベータのライブが終わって、疲れて寝て起きた瞬間です。今日行けるならと思ってね、聞いたらいけるようなので見てください、このボサボサ度合い。でもちょっと寒そうなんでね、いつもよりは長めに残そうかなと思っております。もう興奮度合いがすごかった、さっき。今はちょっとおとなしくなりましたけどね。はい、ということで、こてつ散髪に行ってきます。はい、こてつ散髪しました。ということで散髪屋さん出てきたところです。はいはい、見てください、このガシッと掴んでるこの手を。はい、またよっぽど怖いことをされたのか、何か分かりませんが、はい、ちょっと今日はね、冬仕様ということであんまり切ってないです。顎の下とかね、ちょっと伸ばしとかないとね、真冬になるから寒いかなと思いまして。はいこの手を見てください、手をガシッと掴んでます。顔をね、全然体から離してくれないっていう感じなんで、あら、寝そうになってますね。だいぶ疲れたんじゃないでしょうか。はい、ちょっと最後やから正面向いてあら、なかなか正面向いてくれません。はい、行きました。はい、こんな感じで、仕上がっております。ちょっとビビってるこてつですけどね。はい、まあこんな感じで、こてつ散髪しました。はい、それではまた、バイバイ。